要約すると、解説するアクション剣術は猫流だから頼んますってわけさ。それでは行くぜ。どうも、野良剣士です。本日は様々な回転ノートをギュッと固めた技をですね、2つご紹介したいと思います。まず初めの技が、こちら。そしてもう1つが、この技でございます。それではですね、早速解説やっていきましょう。普通に解説やっても登録者増えないしな。エンタメでいくか。うわー、どうも、私が踊れぬ剣士でございます。本日ご紹介する技はですね、私が3つの動きを組み合わせたものでございます。それではそれぞれの動きを解説していきます。材料紹介。それではやっていきます。まず一つ目の動きがこちら。一番簡単な回転ノートと知られるやつですね。そして続いての動きがこちら、ルロケンの、実写版でも使われた回転ノートでございます。そして最後の動きがこちら、こちらはですね、僕が勝手に作ったものでございます。それではですね、それぞれ3つの技の解説をやっていきます。まずはじめのこちらは一番簡単と先ほども言いましたように、とっても簡単です。何をやってるかというと、後ろへ倒してるだけなんですね。後ろへ倒すだけなんですけれども、その時の注意点が親指と人差し指だけで掴んで下ろすこと。そうしないとギュッと掴んでると円が小さくなってしまいます。なのでこうして、そしてこっちへ持ってきて入れるという感じでございますね。それでは続いての技を解説します。このルローニケンシンの動きは、一見難しいように見えるんですけれども、意外と簡単です。何をしてるかというと、まず最初に下へ下ろします。その時にですね、下ろす時に普通に一回転させるのであれば、このように一回転させると思います。しかし今回のは下ろす時にピースを作ります。で、上がってくる時に薬指と小指を左側へ持ってきておきます。もう一回いきます。こうです、この状態。そしてその次にこのまま下ろします。そのまま下ろすとこんな状態ですよね。今ここを行って、これだけでございます。そしてこの後は親指でこう掴ん でこの2本をこっちへ持っていく。そうすると逆手になります。こうして、こうして、こうです。でこっち持ってって沿わせて入れるという感じでございます。ちょっともう一回やりますと、1,2 で、ここで逆手になります。この状態ですね。して、引いて、入れる。という感じでございます。それでは、続いての動きをやっていきます。続いては、こちら。こちらなんですけれども、前回ご紹介した、初級編でご紹介した、こちらの回転ノートがございますよね。こちらの逆回転で逆手にしている感じです。前回のはこう時計回りで逆手にしていました。で、今回のは時計回りではなく反時計回りで逆手にしています。そのやり方は、まずこの状態から、前回は人差し指を左へ移動させましたが、今回は人差し指以外のやつを、左へ移動させます。こっからこうです。そしてこっから反時計回りにやって、してギュッと掴む。そしてその時に、このままだとあれってなっちゃうんで、ノートができないんで、この時に、左足をですね、同時に下げます。ここで下げます。ここで下げることで、ここに円が見えるんですよね。そしてノートをします。以上が3つの材料でございます。
それでは混ぜ混ぜターン。というわけで先ほどの技たちを、まあ、組み合わせていきましょう。最初の技はこちら。あ、この技ですね、まあ、見てお分かりいただけるように、これと、まあ、これですよね。それでは早速やっていきましょう。まあ、最初のやつはですね、まあ、普段通りにやると、まあ、こうなんですけれども、今回のはこれにつなげるために、回転途中に、この3本、この3本を折り曲げます。ここで折り曲げます。下に来た時に折り曲げて、そしてこのまま胸の中心へ持ってきます。こうです。そして、持ってきたら足をですね、左足をこっちへ持っていくと同時に、先ほどと同様に回転させていただいて、そして、まあ、ここをちゃんと円を描いてこっちへ持ってきます。より綺麗に回すためのアドバイスとしましては、まあ、特に、1キロとかそんぐらいの刀を使っている方に言えるんですけれども、ちゃんとですね、ここで上へ上げることで、綺麗に回すことができます。これは1キロあるんですけれども、まあ、さっきみたいに回すと、ここでですね、この胸の部分で親指と人差し指の2本指だけになるんで、どうしても上がらなくなってしまうんですよね。なので、そういう方は上へ上げておけば、あとはですね、勝手に重力で落ちてくれます。なので、なるべく刀ここで回んないんだけどって方は上へ上げておく。そうすると勝手に回ります。こんな感じですね。それでは続いての技です。まあ、続いての技は本来であればここで逆手にしちゃいますけれども、ここから本当はこの2本をこっちへ持っていきますが、持っていきません。どういうことかというと、本当であればこの親指をこっちへやった後にこの2本をこっちへ移動させるんですけれども、移動させません。本当ならここで逆手にするので、まあ、こうやって入れるんですけれども、まあ、あともう1回転があるので、まあ、指を取っておく。そして今刀がこう上がってきたのを今度はこっちへ回転させると。そしてこう来る時に左足を下げます。下げてこのノートをするんです。詳しく解説しますと、ここから今はこうですね。この状態からこれだと上へ上がらないんで、親指をこっちへ持ってきます。親指をこっちへ持ってくる。そしてここから、まあ、倒すと自然に薬指と小指が外れますよね。でそれ上がってきたらギュッと掴んでください。から親指をこっちへ持ってくる。そしてこのまま後ろへ持っていけば、まあ4本フリーになるんで、上がってきたら掴む。そしてその時に、まあ、こっち出して、ノートをするっていう感じでございます。これもですね、重たい刀を使ってる方は、まあ、ちゃんと何て言うんでしょう、この状態でここから、まあ、本当は遠心力だけでいくんですけれども、まあ、重たいとなかなか難しいんで、ここもヒュッと上げてもらえば、まあ、簡単にですね、ヒュッと気持ちヒュッと上げてもらえれば、簡単にヒュッと上げてもらえればできると思います。というわけで本日は2つの技を解説させていただきました。この2つを組み合わせると1回転することができるんですよ。こうしてこういうノートでございます。長すぎますね。というわけで本日の稽古はここまで。また次回もお会いいたしましょう。バイバーイ。